こまで逃げるつもりだよ。いきなりかよ。なんだってんだ。今からでも遅くないから、私たちと協調しない？言ったでしょ、全員が助かる方法があるんだよ。もしあなたが心を入れ替えて聞いてくれるというのなら、優勝して叶えたいたった一つの願いがあるんだから、それを叶えるために協力するのもやぶさかじゃないよ。うさぎさん、あなたの願いって